江戸時代の思想町民編。さあ今回は江戸時代の町民思想を見ていきたいと思います。過去問ではマイナー人物なんだけど、最近こういった細かい人物も出題されているのでしっかり見ていきましょう。江戸時代ね、江戸時代は士農工商って分かれてたよね。ここの部分で商人、まあ今風に言うとビジネスマンにスポットライトを当てて見ていくってことですよ。まず1人目、品質石田梅岩。丹波の農家の次男として生まれ、11歳で京都の庄屋に奉公に出ているんですが、その奉公先が没落してもうて、すぐに地元に帰ることになります。23歳でもう一回京都の呉服屋の奉公人になって、その傍ら勉強熱心だったんでね、神道儒学を学んでおります。43歳の時に番頭を辞めて学問に専念。京都の自宅に朝貢自由席料無料の看板を掲げて講義を始めたということです。その時に説いた石門神学っていうのが民衆に広まったんですよね。その石門神学は後から詳しく見ていきますね。弟子に手島とワンがいるっていうのは非常にレベルが高いんですが、見といてもいいかなと。暴利を戒め、取引先の尊重を唱えるっていう考え方だったんだけど、それがパナソニックの創業者松下幸之助にも影響を与えたって言われています。著書「トヒモンド」、難しい漢字だよね。トヒの塔っていうのは京都の塔、ヒっていうのは田舎の人間っていう意味で、問答は質問をするってことでしょ。これに答える内容で、自説を問答形式で要約したものが、トヒ問答って呼ばれるものです。石田梅岩が講義する様子は、このような絵画に残っています。ちなみにこれは手島とワンの講義の様子なんやけどね。京都の神学者のところで師匠の話に聞き入る子供たちなんですが、これはもちろん無料だし、男性席と女性席が設けられてるよね。すだれで間が仕切られてるといえど、女性がこういった講義を聞けるっていうのは珍しかったと言われています。そんな石田梅岩の考え方はまず1つ目、士農工商ともに、天の一物なりと言っていますよね。これは当時の武士の商人への蔑視の風潮を批判したものです。有名な言葉に、商人の売買の利益は武士の俸禄と同じというものがあって、トヒモンドには商人の売買の利益は武士の俸禄と同じである、売買の利益がなければ武士が俸禄なしで使えるようなものである、商人は左のものを右へ取り渡しても正直に利益を取る、不正をして取るのではない、鏡に物を映すように隠し立てすることはない、商人は正直に利益を取ることによって成り立ち、正直に利益を取るのは商人の正直である、利益を取らなければ商いの道はないというふうに言っています。これは商人とか武士とかいう身分を超えた平等性というのを主張しているもんだよ、見といてね。そして石田梅岩の注目点っていうのは、この営利活動の工程というのももちろんですが、考え方ですよね。正直と倹約です。それを表した言葉が知足安分。町人道徳として強調した生活態度のことで、樽を知って分に安ぜよって意味です。もちろんこれはただただ倹約しろ、ケチにお金を使わないという意味ではなくて、もともと3つ使ってたものを無駄を排除して2つで済ませよとかね、ちゃんと樽を知ってそこに幸せを感じなさいって意味でもあって、その各々の境遇にふさわしい生き方をしなさいって意味でもあるわけよ。ってことはやで、最終的にこの士農工商という身分秩序は上下の区分ではなくて平等な分業制なんだと。武士が一番偉いわけではなく、農民、職人、そして商人がそれぞれの役割を果たす平等な分業体制なんだって主張したわけよな。そのために商人も商人たる道を歩めって意味なんですよ。正直、倹約、知足安分などの生活態度を町人庶民のために説いた簡単な哲学を展開していった石田梅岩は、仏教と儒教と神道を足した石門神学っていう独自の学問体系を唱えていきます。心を知り心を極めるというものをテーマにし、職分に励み、町人層の倫理的自覚を持たしていったわけです。特にこの顧客第一主義ですぞというのも注目で、相手を大切にして正直にする、買い手の満足を大切にする、こういう考え方が今の日本人の商い道、商いの道に根付いているということになります。その点で石田梅岩の功績というのは非常に大きいものになります。さあ続いて紹介するこっからの人物なんですが、品質ではないんだけどね、出題されそうな内容になってますんで、こっからも根気強く頑張ってね。富永中本、人物データ。三宅赤庵を学主とする大阪の町人学問所、懐徳堂で学んでおります。出題される大阪の町人はほとんどこの懐徳堂で学んでるからね。既存の宗教や思想を批判的に分析した人物で、著書出場午後沖縄の文というのがあります。この人の考えは、仏教、儒教、神道を全て批判するということ。仏教はインドの道、儒教は中国の道、神道は古い道、古の道だっていうわけでしょ。じゃあ富永中本はどう考えるかって言ったら、前代の思想、全ての思想に新しいものを付け加えることによって今の時代に展開すべきとする考え方、過剰という考え方を提唱します。これは素敵だなと思いますね。昔の考え方を土台にしてクリエイティブな新しい思想を展開していこうではないか。富永中本でした。続いて山形番頭、人物データ。
大阪の開徳堂で学んだ両替商の番頭で、経済、社会、地理、科学まで幅広い知識を持ち、コペルニクスの地動説を支持しました。著書、夢の台です。この人の考えは、神話なんて信憑性がねえ、神などいねえというわけでしょ。これを無機論、鬼なんていねえという考え方です。合理主義的観点から仏教、儒教、神道の三教の霊魂観を否定している人物。珍しいですね、この時代にとっては。今では当たり前のような感じのところも、この時代では珍しいんですよ。続いて、三浦梅園。江戸中期の自然哲学者で、真の知識に至るには偏見、これを捨てなければならないというベーコン的な思想に至ります。著書は見とくだけで構いませんが、ヘーゲルより早く弁証法的思考をしました。正、反があって、これを使用して合っていう考え方やな。ヘーゲルよりも50年以上前から唱えているんだけど、これを条理学って言います。存在するものは対立する2つの要素の統一から成り立っているという反感合一という方法を主張した学問体系です。条理学、三浦梅園、押さえておきましょう。続いて、井原西鶴。有名すぎるよね。大阪の町人で、俳諧から後に浮世草子作家へ転身した人物です。公職者、武家者、町人者などを描いた作家やねんけど、日本永代蔵、三井高利の薄利多売現金かけなしの商法を絶賛している書物であったり、世間胸残余、大晦日の借金取り立ての攻防を描いたドタバタコメディであったり、公職一代男、主人公である与之助と遊女たちの性遍歴を書いたものであったりということで、井原西鶴は言うわけですよ。この世は浮世ではなく浮世だ。日々の様々な快楽や富を追求するなど、これを楽しくおかしく書いたというのが井原西鶴の特徴。ドタバタコメディを書いたものやね。ウキウキするとかあるでしょ。これはこの浮世の浮きから来てますからね。井原西鶴でした。続いて、近松門左衛門。京都の武士出身の人で、浄瑠璃、歌舞伎の脚本家です。実話や歴史に題材を求めて、浮世の義理と人情の葛藤を描写しています。曽根崎心中は非常に有名で、金を奪われた徳兵衛が困惑し、なずみの遊女と心中していくって話。あとは国戦や合戦かな。明の帝聖光って人が日本人の妻と子供を連れて台湾に行っちゃうんよ。で、その後明の復活を願って活動していくってお話で、好評で17ヶ月間も興行されたらしいで。近松門左衛門は義理人情、恋の情熱を描いたことで非常に有名で、義理ってどういう意味かって言ったら、他者との関わりにおいて人として行うべきことを指す。義理がたい人だよねとか言ったりするよね。あとはもう一個、人情、親子の情愛とか恋愛感情とか、こういった詩的な真実を指す部分です。意味までしっかりと押さえておきましょう。そしてラストが西川如見。2020のセンターに出ました。びっくりでしたけど、消去法で選べるけどね。代々天文学者の家に生まれて、8代将軍吉宗に招かれて天文方を務めました。町人袋とか百姓袋とか開通商工とかがあります。農民とか町人に道徳を説いた人物で、平等の人間観をもとに町人生活の意義を積極的に捉えた人物です。以上、今日はたくさん人が出てきましたが、その人の思想を要約してささっと説明できるようにしておけば、ここは高得点を狙える分野になってきます。以上です。